何遅れてんだよ。すいません、あの、うん、取り締まってたんですよ、うん、土屋さんよくのでもらいたいなと思います。この女は俺を信用してない女なんだ。俺が全開だっつってたのにブレイクフリーなの。テリー土屋の車の話始まりました、はい、ね、またサーキットに来てるんですけど、ずっといるんですよ。ずっといんだ。そうで、埼玉のね、本庄サーキット来てますけども、本庄サーキットにお邪魔してます。はい、今日何やんの？今日はですね、何やんですか？皆さんご存知の通り、この番組は車の番組なんですって。当たり前や。はい、もう、うん、もっともっと車業界を盛り上げていきたいですよね、お二人も。もちろんですよ。ですよね、はい、でどうすればいいか考えた結果ですね、いつの時代も流行を作ってきたのは、うん、女性たちなんじゃない。そりゃそうだ、ね、その通りですよ。もう男性なんかね、うん、もうとうとう弾かれてますよ。というわけで車の話、女性自動車部を発足します。はい、はい、でですね、うん、あの部活といえばやはり部員がいないと話にならないので、うん、うん、はい、部長さんをね、うん、この人がいいんじゃないかなと思ったんですけど、うんうん、初日からちょっと部長さん ね、 あのね、遅刻、うん、実はあの大原知ってます？ミニスカポリスの大原香織って言うんですよ。そうそう、テリーさんがね、あ、僕はあのミニスカポリスって番組をね、うん、ずっとやってましたですね。番組は知ってる？やってました。あれ僕演出してたんですけども。あ、そうなの。はい、でその時に一緒にミニスカポリスをやってた大原、うん、大原がですね、本当はこの席でいる予定だったんですけども、はい、あいつね来てないの。肝心なミニスカを忘れまして、ね、本当に。で今ねどこ行ってるかというと、この近くのドン・キホーテに探しに行ってるんですよ。大バカ野郎なんですよ。そういうことですよね。ですから、まあ、それでも時間もないし、はい、この時期なんでね、もう暗くなっちゃうんで、とっとと収録を始めてるん で、 そうなんです。で多分途中から来ると思うんですけども、はい、そうですね、そのわけで、そのわけで、あの入部希望の女性の方々をまずねご紹介しようかと思います。はい、はい、はい、ちょっとね、順番に自己紹介をお願いします。カメラに向かって、はい、こんにちは、私は台湾人のミンミンです。で今はあの研究員の仕事をやりつつ、あのラリーを頑張っているところで、これからもっとレベルアップしたくて、であのどうしても入部したくて、で今日は来ました。よろしくお願いします。え、何の研究員？今はね、あの一応車関係です。餃子ではない。餃子ではない、パンダでもない、車ですね。車の開発。まあそうですね。いや、開発って何やってんの？いや、あの86とかね。はい、86の一応乗ってます。あ、そう、はい、すごい。だから彼女は一人だけちょっとね、あの特別すごいのよ。あのラリーでも早いんですよ、ミンミンちゃん。いや、だって俺よりスポンサーついてるもん。そう本当だ。俺よりスポンサーついてるよ、ね、いや、さあ続いては、はい、はい、久保舞と申します。よろしくお願いいたします。今トヨタの MRS に乗ってます。ほう、いい車、はい、走り屋姉ちゃん。ツーシーターのオープンですね。あ、そうです、はい、後期だった。僕も以前乗ってましたけど、あ、はい、すごくね、リアエンジンの、はい、なかなかいないよ。いや、いない。ねえ、ミッドシップに乗る女。ね、そうですね。なんで、なんでまた MRS ですか、うん、に乗って、あの選んだ理由は、うん、最初オートマに乗ってたんですよ、うん、マニュアルの免許を取得してオートマに乗ってたんですけど、うん、やっぱりマニュアルに乗りたいので、うん、最初シーケンシャルマニュアル SMT の MRS に乗ってまして、うん、でちょっとマニュアルに慣れたところで6速マニュアルの MRS。あの、お仕事は何なさってるんですか？あ、まあ、今モデルの仕事してます。あ、まあ、レースクイーンも経験しておりました。はい、わかりました、はい、さあ続いては、はい、花光春です。よろしくお願いします。私は今現在レースクイーンをやっており、 D1 グランプリのイメージガールと、あとホンダの S2000 に乗っております。幼少期からモトクロスとかやってたので、もうバリバリのモータースポーツ大好き。イケイケ姉ちゃんだよね。 S2 だよ。すごい。S2 なかなか乗らないよ。あとね、 S2 ね、今高いから。そうなんですよ。あの、いつ買ったんですか？20歳になった時だと5年前に買いました。じゃあまだ安かった頃？まだ安かったです、ね、はい、5年前でも高いよ、うん、ね、あのまあ、知り合いに譲ってもらったので、うん、はい、今だったらちょっといくらぐらい？ S2 線は S2 は安いので350万ぐらい、うん、そうですね、良ければ600万ぐらいします、ね、あ、全然500、600万は普通です、はい、あのセールスポイントは何ですか？セールスポイントですか、S2000 に乗ってるところと、あ、私自身のですよね、うん、はい。レースクイーンの中でもマニュアルに乗ってる子ってすごく少ないと思うので、うん、レースクイーンだってマニュアルに乗るんだぞ、スポーツカーに乗るんだぞっていうのを広めつつ、もっとモータースポーツを盛り上げられたらなと思っております。ーレースクイーン、レースクイーンだよ。いや、期待できますね。あ、到着したんじゃないの今。あ、今ね、ほらほら来た。あの、なんか渡さしい、おわぁ、でしょ。もう大原ひどいな、ほら収録途中で今君到着しましたよ。よー、
お前さ、何遅れてんだよ。すいません、あの、取り締まってたんですよ、そしたら、ちょっとあの遅くなっちゃって、ごめんなさい、今に至るんですけど。聞いてるよ。あ、じゃあ何スカート忘れてたんだろ。スカート忘れてですね、ドンキホーテ行ったね。そうなんですよ、本庄のドンキホーテ行って、あの水色のポリスありませんかって言ったら、ちょっとあの黒しかないって言ったんですよ。いいよ、いいよ、いいよ、本当にごめんなさい、本当すいません、ごめんなさい。キャプテンなんだから。そうなんですよ。本当はここ仕切んなくちゃいけなかったんですけど。そうなんですよ。どこまで行きました？オーラさんにね、部長をお任せしようと思ったんですけど、まあ部長が来ないって。そうそう。それで一応ね、監督、でもね、一応まあ部長で。わかりました。でまずは私が一回走り、そのスピードよりも遅い子たちは罰として喋っちゃいけないみたいな。あ、なるほどね。じゃあ部長行こうよ、部長。行けんの？部長行く？行けます。じゃあ部長行こうよ。行けよ。でもちょっと一個聞いていいですか？はい、一個言っていいですか？私こういうところで走るのは初めてなんだろう。みんな初めてだよ。だからその部長よりも遅かったらちょっとまずいだろうっていう話。普段車運転してる？運転してます。あ、じゃあや。こっからだね。こっからですよ、こっからですよ。こっからタイムが。でかいでかいでかい。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 スピードでいい。ボーガルは6秒じゃない。ああ、そうか。今度は座ってる。ブレーキ、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 ブレーキ。なんかジェットコースターとか。アクセル、アクセル、アクセル。アクセル、アクセル、でっかい。よし。で、まっすぐ。ああ、座ってまっすぐ。さすが、さすが。でっかい、でっかい、でっかい、でっかい。はい、でっかい、でっかい、でっかい。でっかい。はい、ブレーキ。はい、ブレーキ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 。はい、あと切る。はい、アクセル、アクセル。アクセル、アクセル。でっかい、でっかい。はい、でっかい。はい、いいコーナー。ゆるく行く。さあ。はい、左も緩く行く。はい、前回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 。はい、前回前回。これが、ブレーキ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 。はい、前回前回前回。はい、前回。はい、前回前回。おー、よしよしよし。ありがとうございます。よし。おー、めちゃくちゃ。どうだった？生まれて初めて全開で車の、はい、あのに乗ってみたんですよ、うん、でやっちゃいけないことじゃないですか普通の行動では。それ初めてのことで、興奮しすぎてすごいアドレナリン。さあタイム出ました。タイムいくつですか？はい、お早いじゃん。57秒525です。どうですか？いや、これ岸田さんどうですか？いや、どこどこ早いよ。本当ですか？あとね、係長補佐の割には早いよ。大原はスピードを怖がんない。おー、だから顔見てても危機とした顔してるんですよ、ね、うん、してました、してました。楽しかった。いや、楽しそうだった。楽しそう、これすごいわ。よかった、楽しそうね。よー、自信は？いや、全然コース覚えないんだけど、頑張っていきたいなと思って、ジアさんよくのでもらいたいなと思います。どうしよう、このさ、私はしょうがないよ。しょうがないよ、ジアさん。ジアさんが言ってたね、あのアドバイスくれるから、実は安心だと思います。うわぁ、顔がいいよ、顔が真剣、顔が真剣。上手だよ、もうエアってくれる。私でさえも、あのね、車の楽しさ、こういうことなんだよ。うわぁ、大人嬉しい、すごい。おぉ、そうですよね。現役だから、やっぱラインの取り方も分かってるし、そう、で、ブレーキングもフルブレーキングできるしね。なるほど。さあ、それじゃですね、はい、ミミさんのタイムお願いします。はい、51秒329です。6秒も差が、それしょうがないよ。もうね、見てても上手なのが分かってて、そうそう、最後キュ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 って言った、あれがやっぱかっこいいなと思います。いや、どうでした、やってみて。いや、実用さんがいると違いますね。ちゃんとアドバイスしてくれました？当たり前でしょ。そうそうそう、あんまり向こうって走ってて、はい、頑張ります。で、車が来た時でこっち戻るよ。はい、はい、おしげ、いってらっしゃい。余裕じゃない、余裕でしょ。いいよ、ブレーキの時は話して。スピードでの普段出してないスピードだった。はい、右に寄る。あー、アクセル引いちゃう。前回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 。そうだな、ダメー。アクセル、もっともっと待って待って。前回、よし、最後
最後かっこいい、最後この女は俺を信用してない女だ。俺が全開だっつってブレイクフリーなの。俺は全開だからこうなるだろうなと思ったら、ちょっと待って、ちょっと待って、お願いします。タイムはですね1分04秒008ですね。これ私より遅かったということで、ここからはちょっとあんまり発言しちゃいけないという挙手制になってますよね。なるほど。でも普段ね、多分久保さんは安全運転なんですよ、マジでね。 MRS に乗ってる女とは思えない。特に安全運転なんで。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。よろしくお願いします、はい、お願いします。どうですか、自信のほどは。いや、ないんですけど、1分は切りたいなと思って、うん、そうだね、とりあえずお願いします。はい、ありがとうございます。おーおー、表情もさ、でかい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 、レベル、どこかしたと、はい、オッケー。いや、意外とね、自信持ってるね、あれ早い。これ、大原負ける可能性あるな。ほんですね、私これ負けるかもしれない。ちょっとブレーキ早かったな。ここでブレーキングして、離せ、アクセル、はい、アクセル、アクセル、アクセル、早すぎるから、はい、回転回、はい、回転回、右に寄る、はい、右寄る、回転回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 、出る気持ちとこれ全然違うんですね、外から見てる。これ悪くない、これ悪くない、悪くない、悪くない、よし、最後オーバーだ。ちょっと、わー、楽しい。よし、お疲れさん。土屋さん、どうでした？ハンドルの切り方が荒い、こうなる。だから男の扱いも荒いと思うよ。今男を振り回すタイプ。なるほど、運転は正確に出るっていう。すごい緊張して手汗がやばいです。でも楽しかったです、めっちゃ。いやでもね、表情見てるとなんかすごく楽しんでる感じ。いや楽しそうだね。楽しかったです、ね、よかったよね、うん、さあ、数字出ました、はい、お願いします。おー、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 大原負けてるの。負けました、私1秒以上負けてますね。大原負けてるわ。やだー。お知らせがあります。お知らせですか。はい、はい、この度アヘッドモーターサービスでは一緒に働く、一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。なんと我々、はい、去年から、まあ、ラリーを始めていろいろなモータースポーツに参戦してるじゃないですか、はい、まあ、そのモータースポーツ参戦経験を通して、まあ、お客様に対して、まあ、チューニングであったりだとか一般の車両の販売とかアフターサポートを行っている中で、まあ、一緒にぜひ働いてみませんか。働いてみませんか。普段のアヘッドモーターサービスっていうのは、ヒロキさん、どんなところが一番魅力的ですか。個人的にアヘッドの魅力っていうのは、まあ、本当に一般の車両の販売からチューニングまで、だから仮に言ってしまえばお客様が買ってくれた後からもずっとサポートして手厚くこういろいろな相談に乗ってチューニングまで含めてトータルでサポートできるっていうのがうちらの強みかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。そして、お、そしてブレスト。ブレス、あ、ブレスさんですね、はい、はい、板金塗装、そして e スポーツスタジオでも、はいはい、おなじみのブレスでも新しく仲間になってくれる方を募集しています。募集しています。ぜひトータルチューニングから、まあ、塗装、板金も含めてすべてやっておりますので、ぜひこの機会に皆さん一緒に働いてみませんか。ぜひ皆さんのご応募お待ちしてます。中古車買取ホット、車買取専門店。高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分。中古車買取ホットで検索。車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。